押し入れを整理していると、買った記憶のない一つのおもちゃが出てきました。それは何でしょう。1. 着せ替え人形。2. 凝ったデザインの積み木。3. 古い熊のぬいぐるみ。4. とても高価そうな万華鏡。診断結果。あなたが元恋人と、よりを戻せるタイプかわかります。1. 着せ替え人形。超ポジティブ思考でお人よしな性格です。交際時にひどい扱いをされた恋人が復縁を求めてきても、前より優しくしてくれると期待して受け入れます。そして、うまくいかなければ自分を責めてしまいます。DV の餌食になりやすいタイプです。恋人の悪い癖を自分の力と愛情で直すことはできません。ダメな相手は心を鬼にして切り捨てましょう。2. 凝ったデザインの積み木。あなたは復縁する気など全くなくても、お願い。と相手に頭を下げられたら、流され受け入れてしまいます。その優しさはあなたの長所ですが、恋愛で発揮すると自分の身を滅ぼします。よりを戻しても、相手を愛する気持ちや気力は残っていないので、結局もう一度別れます。優柔不断さはきっぱり捨て、よりを戻す気はない、と言い切る勇気を持ちましょう。3. 古い熊のぬいぐるみ。あなたは想像力豊かでロマンティストな性格です。どんなにひどい別れ方をしても、別れた後はそれさえもがいい思い出として刻み込まれ、彼との喧嘩もドラマみたいだったと懐かしみます。ですので、復縁を申し込まれたらかなりの確率でよりを戻します。しかし、あなたはよりを戻す際、条件を突きつけるしたたかさも持ち合わせているので、以前よりも幸せになれる、恋愛上手な人でしょう。4. とても高価そうな万華鏡。あなたは一度別れたら、二度と顔を見るのも嫌になるタイプです。相手にされたひどい行為や悲しい言葉をずっと覚えており、拒否反応を起こします。恋愛だけではなく友情でも同じで、大きな喧嘩をしたら、よほどの事情がない限り仲直りはできません。もう一度チャンスをあげるくらいの心の余裕を持ちましょう。チャンネル登録、お願いします。チャンネル登録、お願いします。あなたは今から長い船旅に出かけます。